はい、下り押してください。その向きで、これが上だよ。うん、下り、うん、おお、いいじゃん、いい感じ、いい感じ、ありがとうございます。いい感じ。ガマの油だって、つくばだからか。強だ、これ、うん、下りは青、うん、獅子頭って読むのかな、うん、OK。お願いします。ああちょっと薄い。そうだね、でもいい感じ、いい感じ。 OK、 ゲットゲット。お願いします。こう、お、すごい綺麗、うん、いい感じ、いい感じ。うん、1ページ埋まった。お、ありがとうございます。あ、竜神大鶴橋だって。あ、なんか1回、うんうんうん、それここなのか、東海なんだ、中とかで降りた気がしたんだけどな。
はい、お願いします。いける？お、いい感じいい感じ、ありがとうございます。こう、来ないでくださいっていう意味があるらしい。なこそ。茨城最後の関本。関ある？おお。どこにある？はい、お願いします。うん、お、綺麗に押せた。いわきマリンタワーだって。ね、いくらだろうね。福島県内の200円超えてっかな。前から仕事見られる。あ、まだ見えないな、ここから先が。お、いいとこ開いてたね。204円。ビート時代に満タンにして1万ぐらい、うん、あ、でも1万ぐらいなんだ、うん、だからそんなに200円じゃないかも。おお、初の200円超え。どこだ？そっちかな。あ、すごい赤べこがいっぱい、うん、はい、うん、なんかこれか、これバッチくなっちゃうんじゃない？大丈夫？阿武隈高原、漢字が上だね。うん、お、いいね、すごい綺麗、いい感じいい感じ。すごいよ、ガチャガチャもさ、赤べこ、福島赤べこ有名だからさ、桃も有名だね、福島。あ、ゆべしも有名だよね、ゆべし。あ、ほんと？1個ぐらい分けてあげてよ、多分。結構大きい感じかな。あ、見えないな、うさみの金額。いや、200円超えてないよ、多分。うん、一番高いと思う。うん、あ、ウルトラマンがいる。ドラマってなんかいっぱいがあるね。つぶらやプロね、ウルトラマン観光マップもあるよ。あ、ここも仮設トイレだ。足立太郎じゃないこれ。
お、いいね、すごい綺麗。綺麗綺麗、ありがとうございます。足立太郎工場いくらだったか見なかったな、ちゃんと見ない方がいいか、うん、見ない方がいいね。多分200円を超えてなかったと思う。あ、渋滞多発って書いてあった。ここも渋滞しがちなんだね。なんか福島のファミレスみたいな、うん、だと思うんだけど、すごい。結構福島県内にあるんじゃないかな。和食みたいな感じだったと思う。ハイウェイバージョンの丸松。うあ、でもちょっと違う気がする。もうちょっとなんか私が知ってるのファミレスっぽい感じの、うん、スタンプは ありそう。あった、あったあったあった。文字が上だね、まあ、福島松川の。お、いいね、綺麗綺麗。スタンプ名人、うん、押すの上手くなってる。お、味噌パン。いいね、味噌パン。下りで宇佐美とエネオスって違うんだね。うん。あ、やっぱりそうだ。ここだ。ウルトラマン。そこに立ってた。あったよ。珍しいね、この作りの駐車場。今セブンだ。うん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 。しましょう、しましょう。うん、お、ありがとう。上りは赤なの、うん、そうみたい。下りが青で上りが両方ゲット。
隠れてる、こっちだ、上り。こうか。ん？こうか。うん、そう。お、綺麗。いいね、いいね。阿武隈高原も上下、OK。いい感じ。そんなで、ね、大きいって感じじゃない。はい。関本が書いてある方が上です。それが上だね。うん。届く？綺麗、いい感じ、いい感じ。関本も上下ともにゲット。オッケー、オッケー。うん。コンプリート。うんうんうん。お客様の声、こっちだ、こっちだ。ありがとう。いいね。あ、袋田の滝書いてあるよ。これ、袋田の滝って書いてある。この辺なのか。ねえ、この辺なんだ。まだ確かに上の方にいるもんね。茨城の。おー。おお。お、日立金見高原？ね、このページ埋まった。イエーイ。イエーイ。ホタルの光も流れてるしさ。東海です。うん、東海。うん、あ、日立海浜公園、噂をすれば書いてありますね。あ、書いてある。うん、メモフィラが綺麗だからね。なんか笠間神社っぽいのに。おお。おお、綺麗、すごい綺麗。スタンプ職人だ。うん。いいね。いいね、いいね。あったあった。よしよし。はい。お願いします。みたいなおじさんの。
おお、きれいきれい。いいね、いいね。このページも埋まった。お、いいね、すごいきれい。うん、いいね。船だね。お、いいね、いいね。カッパだって、カッパ。カッパ？うん。やったけど、カッパだ。うん。これが本日の最後です。カエルとカッパ。おお、うん。うん。茨城。モリア以外制覇した。さてさて、ここはセルフじゃないのかな。あ、でもセルフのとこあった気がするよ、うん、これどっち側なの、うん、早く満タンで。はいはい、リッター入ったと思う、204円です。ちょっと待って、ね、うん、計算してください。ぴったり5000円。24リッター。お、ピンポーン。 24.51 リッター。だいたい1メモリー4リッターだから、うん、ありがとうございます。逆走に注意、本線方面の看板に従って走行してください。24リッターで5000円は高いな。高いな。高いね。ほぼ。うん。この車だと。うん。満タンよりちょっと低いぐらいの額だ。あ、そんなもんか。私でもアルファードで満タンに結構カスカスまで行って満タンにすると9000円超えてる気がするな。60ちょっとあんのかな。50しかないから。ああ。